何すんねん今日。今日は中田くんはもう YouTube 撮ってほしいって言うから、うん、いや急遽、ね、今日ちょっとすみません尼崎に来てもらってもう酔いすぎてるからさ YouTube できんのですか。そんな酔ってないですよ。いやベロ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 寝てましたよね、うん、寝てましたね寝てましたね。寝てて娘にパパ、うん、ショーバラ怒ってんでって言われて俺一瞬で起きたぐらい怖かった和也くんって触診プロジェクトっていう不良少年とかあの刑務所入ってる人たちとかを受け入れて、うん、職の親になることで更生につなげていくっていうようなプロジェクトやってるんですよ。まあこれを見てくれてはる方はもしかしたらあ松本また今回撮らせてもらったんやなと、うん、か松本や今日はもうええわって今日はもうええわって可能性もあるね。聞く谷やんちゃうやんそれありえるそれありえるけどね。和也くんそういうプロジェクトやっててで仕事は洗い屋の仕事をしてるんです。僕ら YouTube なんかがそれこそ出てるんですけど、うん、その流れで半年1年ぐらいからで少年院とかそういう刑務所とかにも、うん、あほんま行ってますよ。こうは行ってるらしいです。そういう人たまに喋りに来るやん、うん、どっから声かかるんですかそれは。いやそれはねもう少年院から電話かかってくる。直接直接僕の携帯番号どっから仕入れるのか知らんけど、あ直進に連絡が行って直進から和也君に来るんじゃないの。いやじゃないの少年院から直で来る。少年院は何校こうは仕入れたんですか。いや、トータルで言ったら今5つ目ちゃいます。結構いってますね。いや、結構いってますよ。いや、緊張しますよ。それちなみに、どんな話するんですか。どんな話、大きく分けたら。大きく分けたら、少年出てからすぐに行動を起こさないと、うん、僕は絶対再犯繰り出すと、うん、だから、ぶっちゃけた話で言ったら、うん、少年入ってる子って、まあ、今大体7割ぐらいが、うん、もう特殊詐欺。ああそう、少年でほんま少年で特殊詐欺、俺より詐欺系ですね。だからなんで詐欺すんねんって言ったら金なんですよ。少年出てからもうそれやめないと次刑務所やでと。僕らの時って、まあ、例えばひったくりしたりとかね、そう泥棒したりとか、それは一時的なもんだったけど、特殊的に詐欺をするってことなかったでしょ。ほんま受け子で捕まってる子が多くて、僕はそんな頃は何をじゃあ話したらいいかなと思ったら、普通の仕事なんかなかなかできないんですよね今からね。日当で9000円、1万円もらって仕事できるかってなかなか難しくて、うん、じゃあそんな頃はどうしたらいいんかなってほんまない時に話したのは、少年出てから結局3日以内に行動を取るやつは俺は再犯せんと思うし、うん、3日以内に出てきて祝ってくれやじゃないけど、そういうことをやる子らは俺は再犯率高いと思うと、うん、お前ら出てきてもうその悪意と切ってやっていかないと、お前ら絶対まだパクられんでっていう話をもうほんまそればっかりですよ、うん、したけど意味がない。うん、響いてるのかどうか。俺はその話を聞いてすぐにそこに響かへんかもしらん、うん、でも今後少年が出て失敗して、例えば、まだ少年入ったり成人になって例えば刑務所行ったりとかして、そんな話を5年後7年後とかにもしかしたら、ああの時こんな話してたなって響く人もおるかもしれないから、うん、だからそれは時間の問題やから。まあ時間やね。そこでやっぱきっかけを与えに行ってるのはすごいいいことやと思う、うん、だから僕はだからその話がしたくて、で今回は、うん、まあうちの社員でね、うん、まあ飛行に走ったことのない子を連れてたんやけど、うん、まあ、そいつが結構いい話してくれて、うん、みんな結構響いてる感じやってね、うん、昨日事務所行ってポスト開けたら3通来てました。例えば親もあんまちゃんとしたこう対応してくれへんとか、まあ、進路がないっていう子らも多いから、うん、そういう子らでそのまま出てしまったらもうはっきり言ってそういうのがないから、もうグレるしか道がないって言ったらおかしいけど、そういう状態の子らも多い、うん、それやったら和也君みたいな人らが面接に来てもらって受け入れてくれる、うん、っていうのは大事なことですよね。いやもちろんもちろん。例えば質疑応答したらどんな質疑来るんですか。いやでもね、ショック、おもろいんやけど、うん、質疑応答するやん、うん、その少年で喋ったら、うん、もう3、4割が、うん、もう全部ショック、もう全部ショックの話で、僕、ダルビッシュ・ソウさんに憧れてるんですけど、うん、大阪とかに行ったら、ショウさんに会えるんですかとか、僕、少年にいたら、ショウさんの炊き出しに、僕さんが、させてもらえませんかとか、めちゃめちゃあって、俺、びっくりした、まあ、事件のことに対してあんま喋らへんから、事件のことがどうでもええねん、みんな、それが問題ねんから、お前の通じて行ったら、会えるんか、会えるんか、俺、写真撮れるんか、撮らへん、どっちやねんって言ってたよ、大阪のヤンキーどもは、やっぱり少佐憧れてんねん、かっこいいと思われてるんですよ。だから僕と繋がったら翔くんに会えると思ってる。どうであれ和也くんの子会いに来て、うん、和也くんの子で雇ってその子がまともなって言ったらええ話だけどね。まあそうやね、どうでもいいからね。そのきっかけはワルピッシュ TV に出てるからっていうので、和也くんのやっぱ話はさらに入りやすくなってるっていうのもあるかもしれない。それはそうや、全くわけもわからんおっさんがな来てよりは、今って YouTube とか、うん、そ TikTok とかそういう SNS やん、うん、まあ激しい、ね、うん、はっきり言ってそこでやっぱ知ってる人が来てるって意味では、普通の人よりは聞く耳立てるんじゃないかなとは思う、うん、
いや聞いてると思うよ、聞いてると思うよあいつら。そうですね、うん、だってそうやってこう手紙が来るってことは、そうそう、三通でもさ、来てその中の一人でも二人でも将来守れたら、和也君のやって足運んで行ってる活動は意味あるしな、うんうん、そうですね、少年院とか行って刑務所とか行って喋って行って自分自身もこう、はい、変化していってるんですか。いやどうなんですか、変化していってるかどうかわからないんですけど、喋っとったらやっぱ僕の顔見てくる子おるんですよね、うんうんうん、やっぱり、うん、でもそれくらいとやっぱ繋がれたらいいかなと思います。うん、そうやね、うん、確かに確かに、うん、それは全員に響かそうと無理やから、うん、変わりたいと思ってるやつに対して手出せたらいいよね、うん、いやほんまそれはやりたいです、うん、俺もこんな風にやっていこうと思う子が勝利と思ったら、うん、OK です。俺はやっぱ少年院行ったりとかこういうような活動っていうのはやっぱりやってないしできへんしから、そこは和也君もね、前だって正しい道でこう導いてあげて雇ってで構成させてあげれたらすごい俺も嬉しいし、和也君もこれからもね応援したいなと思うし、こう YouTube を撮ろうと、うんうん、ね思いますよね。いやそういうので嬉しいですね。その YouTube を通してあこういう活動してますよってもっともっと理解してほしいし、もっともっと和也君も知ってもらいたいよな、単純にこういう活動してる人おんねんでっていうのは、うん、これからだから刑務所行ったりいろいろしていくと思うんですけど、刑務所も同じやと思うんで。いやそうやね、だから少年と、うん、おっさんは違うんで、まあおっさん悩みがぶっちゃけ難しい。でもそこにはそこに家族がいて変わらなあかん人もいっぱいおるわけだから、うん、そういう人らに対してねきっかけを与えて、うん、どん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 なんかその人らの人生の役に家族が立ってくれたら、僕らも家族をもっともっと応援したいと思えるんで。そうですね。あ、本当ですか。これからでもそういうのが嬉しいですね。なかなか少佐の周りややこしいんでね。ややこしないですよ。ややこしいでしょ。ややこしない、ややこしない。僕はややこしないですよ。カズヤ君が一番ややこしい。ややこしい、ややこしい。なんで酔いすぎて、酔っぱいすぎてね。この YouTube 覚えてないじゃん。上がった瞬間、こんなん浴びてたから。ほんまにほんまに。僕のとこ来て、変わりたいっていう子おったら、やっぱ受け入れたいですよね、うん。いつも思うのが、やっぱハングレアとか反社やから、世間はこう跳ねのけていくけど、うん、それをすることによって、そいつだから結局また人生変わられへん状況になるわけですよ。うん、変わられへん状況になることによって、またハングレア反社は、増えていくし、うん、そいつらはそのまた道に行かなしゃらなるんで、うん、ケーキを終えて帰ってきた人たちに対しての道しるべというか、あの受け入れる皿がなかったらもっと世の中がぐちゃぐちゃになっていくと思ってるんで、それは僕らのテーマですね、うん、中心側の和也君もそうやし、俺ら炊き出しでも1週間に1回、まあそれが1ヶ月に1回でもいいから、たまに炊き出し手伝いに行こうって言って、うん、こう来ることによってなんかちょっとこう、つながっていく、うん、抑止力になっていけばなと思うんで、はい、僕ら、うん、ね、大阪疎開もそうやけど、やっぱりこう、もともと前科前歴多い人がもう大半やから、うん、でもそれでええねん。俺はやっぱりなんか西成で商売したいとか、西成に対して色気ないんですよ。別に武田氏やってる、どういう目的でやってるのって言われるけど、そこに俺何の色気もないから、ただただ武田氏やって帰る、別に西成で飲み食いするわけでもないから、僕はだからあの場所でたまにみんなが集まってまたなってなって、うん、それぞれが頑張っていけたらそれだけでいいんちゃうかなと僕も思ってるし、和也君の活動もそうやし、もっともっとこういう活動をする人が増えて、あの世の中なんていうかな、今ハングリーや話し合いとかそういうなんかレッテルをすぐ貼りたがるけど、そうじゃなくてやっぱその人たちを変えないと、うん、変えていかないとそういうのはなくならないんで、そこはちょっと和也君の課題でもあるし、僕の課題でもある。いや僕もなんとかしたいですね。和也君のちなみに兵庫県の尼崎やけど寮もあるから、あの全国からね、ほんまに変わりたいっていう人に関して、中途半端にお金ないとか、あの日当日払いでほしいとかそういうやつらはいらんで、うん、ただほんまに人生変えたいとかいやごめん申し訳ないけど、うん、俺はそれはいらんと思うね、うん、ぶっちゃけそのとおり、ぶっちゃけ悪いけど、はい、やっぱ続かへんから、うん、だからほんまに人生変えたいとか、ほんまに自分の人生と向き合いたいと思う人は、うん、僕インスタのリンク貼ってるんで飛んでもらってまず DM 送ってもらったらと思うんで、はい、なので皆さん今後とも松本商会の応援よろしくお願いします。お願いします。今日は硬い動画でしたけど、こんなもんで。いやいや、こんなもんで、うん、まあ来年はね、またあの半年後ぐらい出てください、うん、半年後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 、1年2回ぐらい、1年2回、1、2回やね、1、2回やな、1、2回、再生数が悪かったら消すかもしれないし、うん、消すかもしれない5万回、5万回以上、うん、5万から10万以上、5万いってほしいね、うん、5万いってほしい、見てほしいね、見てほしいね、また皆さんの拡散の方もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。